はい、それでは始めていきたいと思います。前回戦をしまして自分の城にならなかったというのが非常に悲しくてですね、今回は自分の領地にしたいなと思います。二本松城狙おうかな。二本松だから福島でしょ。下にいる、多分下でしょ。下なら、もういけるでしょ。ここでしょ。ちょっと説明読もう。うん。戦の説明用もこれ上のあの図が戦場になるんですよね。で情報確認すると赤いところが構成、自分のところ、うん、ですね。で出世は二本松城、青い勢力ですね、それが来るんでしょう。で中立のところは中立と。有効度がそれぞれ数字が書いてある。ってことですね。はい。うん。で、全勢力、はいはい。これを見る限り、日本松家以外は、うちの方についたと。だから戦をすると周りも巻き込むということなんでしょう。なるほどね。みんなで行く必要あるのかな。ないよね。2つの城があるんですよね。ここは二本松城に籠城するが、城作じゃな、城作がない。前回ね、自分が攻めたのに自分の領地にできなかったっていうのね。これかな？うん。納得いかないですよね。入る入る。足の嫌だな。
じゃあアシナ行くなよ。よし、アシナは来るな。絶対これアシナ人の土地奪う気でしょ。もう絶対来るなよ本当に。本当に来ないでよ。絶対が早いもん勝ちでしょこのゲーム。多分早いもん勝ちで、なんでしょう。あ、あいつなんかやばいな。なんか行動力貯めてるような雰囲気が。やめて。なんとなく なんかこうやればいいのかなっていうのがなんとなく分かってきたような気もする。取られない方法っていうか、なんとなくうっすらね、なんとなくうっすらですけど、うん、こうしとけばいいのかなっていうのがうっすら今ピンときたような部分があるな。先行けは問題ないですね。絶対アシナ来るでしょう。やめてよ。うちの足軽もなんか貯めてるっぽいですね、行動力。登ってくんなよ。うわ、登ってきた。やっぱり登ってきた。やっぱり登ってた。わかるよ。不自然なところで止まってるんだもん。さすがにわかりますよね。くんなし。くんなし。うん、あなたは登ってよし。なんか溜めてるし、もう溜めないで。人の手柄を横から奪うような、なんか そんな企みが見えますね。で、足なっけのその100という数字がなんかヒントかもしれないな。結局集中で強い武将に100持たせればいいのかなっていう、このゲームもなんかそんな雰囲気もありますね。来んなってんの。うわ、壊せないで。これアシナが壊してくれるんじゃないのかな。そうすると出遅れるから
さ、出遅れるからさ。よし、出遅れるでしょ。よし、三春城も叩くのかな、わかんないな。まあいいや、気にしない。これ春宗に壊させて、あそこもありますもんね。春宗に壊させて、うちの、あの配下の方が行ってもらうのが、来るなよ。いいんじゃないのかな。取らせるか。足なんかに、多分そういうことでしょう。前回取れなかったのは手柄取られたんでしょうね。そうじゃなきゃ、それ以外理由が分かんない。40の兵数持ってる武将がいるから、それが春宗の次だから、春宗が壊した後に乗り、こ、いや怖い。前にいる武将が気になるな。あ、でも大丈夫か、後ろがいるもんな。よし、足なくるなよ。はい、これだ、行け。それこっちゃ。なお変な真似をするな。うわ、来た。こぶ、なんかこぶしてましたもんね、本物の人たち。皆の者、奮い立って武士の意地を見せてみよう。だ、おい、春宗かわいそうじゃないですか。なんで。頑張れ、あと2回、頑張れ。コップしても意味ないからいいよ。どいたなら行く。よし、一騎打ちでいいよ。構わない、構いません、勝つなら構いません。あれ、いや違う、なんか門叩いた感じだったの。いや違います。登ってくなって、
攻撃？攻撃ってどうするの？こいつじゃないの？は？わかんないな。門があるの、その前に。登ってこないでよ。19。ちょっと待って。で、これでアシナさんどうなるの？どんくらい食らわすの？やめろ。に、あ。行動、攻撃。よし。よし。よし、よく取った。素晴らしいね。まだ終わりじゃないのか。まだ終わりじゃないのか。そうか。ここ乗り込めと。ここもあれでしょ？なんか誰か言ってましたもんね。もうやってるんでしょ、多分。まだ余地がありそうですよ。なんだ、どうなってんだ？こっちか。ここ登らせた方がいいんじゃない？うん、登るでしょ、あの二人は。いただけるならいただきたいですね。足が出遅れてる。足が出遅れている。よし、行け。騎馬隊は壁登れないんでしょうね。あ、無理か。間違えた。あ、でも、あの門壊すから、壊してる間に近づいて隣登ってかな。いけるんでしょうかね。行ってみるしかないですよね。取られたくない。取られたくないんだよ。
けるのかな。一人行ってるから、一人行ってるんですね。春宗は、間に合うかな。あと5、6ターンで、まあ間に合うか。一人追いついた。足軽の方がなんか早いな。城内はあと一旦で開く。もう一個開くところがあるから、いやー、お邪魔しないでくんない。行ったんだけど、でそこも開けると今度回る、左下と右下、大将の左下と右下も開くから行けるようになってたので、だからうちの武将たちも横乗り込んでくれると、でもそれでうまく様子見ながら、なんだろうな、敵のそのヘリの状況、変数の減りの状況を見て、待機させたり、そんなことできるかな。あれ？開かないの？開いてないな。コブじゃコブ。春宗無視されるんだろうな。なんか特殊能力がいるんでしょうか。わかんないな。あ、行ってる。17ですか。ナスさんは、これで11になる。
団体行き、はい、ちょっと春メネさん行かせてくれないかな、ここ。登れないのかな。あ、いいよ、それならいい。よし、任せる、信じてます、あなた方を信じてます。聞け。いや、受け取ったね。よし、うん、さすが。いや、浪人になんなくていい。ゲット、いただきます。いただけるのであればいただきます。ありがとうございます。で、ね、解放します。お、来てくれるかい。ダメなのか。じゃあさよなら。移動できるかな。どうやって移動したっけな。これか。違う。
本松城は誰かいます？いや、誰もいない。はい、了解です。じゃあ一人ずつ行ってもらいましょう。はい、ちょっと兵増強した方がいいような気がするな。しようかな。ルッスさんにルッスを任せ、変なこと言わなくていいや。徴兵しましょう。お金が1400、あー少ない。いや、いいよ。30集められるのはいいよ、自分だよ。はい。うん。ここの兵は99いる。46。ああ、いないのか。次にしますかね。じゃあ、いるかな。うん。お金あんまないんだよな。そっか、意外とこのゲームお金がいりますね。あげる。53が限界か。どういう理由なのかな。中精度の上げ方が分かんないですね。上げ方が分かんないっていうよりかは金1上げたら上がる？そんなことないね。試してみよう。お米あげる。20ぐらい上げてみよう。あ、10ぐらい上がりましたね。なるほどね。はいはい。うん。じゃあ、お米あげるよ。60ぐらい。50でいいや。まあ、いっか。うん。とりあえずはいいかな。はい。というところで今回は終了にしたいと思います。なんとなく攻めてなんとなく取れたので、まあ良かったんじゃないかなと、思います。わかんないことがいっぱいありますけどね、良かったんじゃないかなと思います。次は何をしていきましょうかね。ちょっとわかりませんが、力をつけていきたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。